とろみがついたら長ネギを入れます。ごま油ね、あの最後に香りをちょっとのせて。チャモリュージのお兄さん、リュージです。今回はですね、麻婆豆腐ではあるんですが、豆板醤使いません。甜麺醤も使わない。基本的に家にあるものしか使わないで作りたいと思います。味的には塩味の麻婆豆腐みたいな感じなんですね。むしろ麻婆豆腐じゃないだろうっていう感じはあるんですけども、調味料以外は麻婆豆腐の作り方なんで麻婆豆腐と言っております。これがですね、非常に酒に合うんですよ。もちろんご飯にも合うんですけどね、今回は白い麻婆豆腐っていうのを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料説明いきたいと思います。まず麻婆豆腐ですが、木綿豆腐ですね。はい、これ 300g のものを使います。ただ今回ね、木綿でいきます。木綿がいいか絹がいいか論争って結構あるんですけど、これね、最終的に好みなんですよ。今回は木綿の良さも皆さんに伝えたいということで、今回木綿を用意しました。そして豚ひき肉 120g、 長ネギが1/3で 40g、 ニンニク 5g、生姜 5g でございます。はい、以上の食材でやっていきます。概要欄に書いてあります、他の調味料はね。なんでチェックします。今回はですね、塩麻婆豆腐、これはですね、塩の旨味をすごく非常に生かしたレシピでございます。なんで塩の良さを感じるためですね、お塩の一番こう味が分かるやり方を今からやっていきたいと思います。日本酒ですよね、これね。そして日本酒ね、まあちょっとここにつけるんですよ。そしてお塩ね、ここにね少し振ってください。日本酒日本酒はこれが一番まということで、塩の大事さが分かったところでやっていきたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。野菜類をね、みじん切りしたい。まあネギからやっていきますか。ネギね、ちょっとグラム合わせるためにやってきたんですけども、このやり方ね、昔はまあいろいろなやり方をやってたんですけども、今はこのやり方が一番簡単だなと思って、両方ね、蛇腹に切ってからこうやって切るやり方ですね。そうするとね、ちょうどいいみじん切りなんですね。なんでこれをやっていきたいと思います。で、はい、みじん切りできました。はい、みじん切りできましたので、今度生姜ですね。そうね、千切りにした生姜を横にして、切っていくと粗みじんになります。はい、OK。 はい、そうしましたらこれをやっていただいて、次、ニンニクですね。これを取っていただいて、もうニンニクの芯ってすごく焦げやすいんで、取ることが僕は多いです。まあ使っていただいてももちろん大丈夫なんですけども、焦がさないように注意してくださいね。今回はね、ごま油ですね。ごま油は非常に重要です。ごま油ね、小さじ2杯、大さじ1杯とかでも、まあ小さじ2杯としておきましょう。はい、ちょっと控えめにね。まず豚ひき肉炒めます。まずね、豚ひき肉はね、よく焼くのが大切ですね。で、なんで最初にひき肉を炒めるかっていうと、まあ基本的にね、香味野菜から炒めることが多いんですけど、まずね、このお肉に焼き目をつけたいんですね。焼き目をつけると、このお肉の食感がしっかりしますし、香ばしさも出てきます。はい、そうすると、わかりますか？ちょっと焦げ目がついてきてわかりますよね。この焦げ目が大事なんです。この焦げ目ができたら、ニンニク生姜を入れていきます。ニンニク生姜、はい。はい。最初にニンニクを生姜を入れると肉が焦げる前にニンニクと生姜が焦げてしまうんですね。そして香りが出たらちょっとこれはね、火を止めて置いておきましょう。そしたら、今度は別鍋で豆腐茹でていきます。ここに大体1リットルぐらいのお湯があります。軽く塩、おせち1あるかないかぐらいのお塩です。はい、ここに木綿豆腐ね、僕の場合はこうやって、最初に横に歯入れます。で、こうやって、手の上でね、まあ4等分、で、あとはさいの目に切っていく。難しいな、怖いなっていう方はまな板で来ていただいて全然平気なんで。で、沸騰したね、塩水に入れていきます。皆さんはね、もうちょっと考えてやった方がいいと思います。はい、僕は無鉄砲、料理研究家の問題児って言われてる。これまあなんで茹でるかっていうと、茹でることによってこの豆腐がね、すごくプリッといくんですね。なんで煮崩れしにくくなって、あと食感も良くなる。これね、まあ
やんなくてもまあ美味しいです。正直やんなくても美味しいんですけども、一回やることによって非常にですね、プリッとした食感が生まれますので、僕やった方がいいかなですね。で一回入れてボコ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 沸騰してきたらもう OK なんで、もうそろそろ沸騰しますんで、もうフライパンに戻していきたいと思います。そうしましたらここにですね、水を入れていきます。1カップね、あ、1カップって200cc です。はい、でここに書きますけど、私ね、ソムシャンタン、ね、ウェイパーとかでも構いませんけどもね、あ、中華の練りスープね、練りスープ入れてください。でここに、塩ですね、塩小さじ3分の1これぐらいね、塩麻婆ですから塩入れます。そして、ここに、ね、胡椒ね、今回ね唐辛子使わないんで辛みをこの胡椒で表現していきます。そして、さっき茹でた豆腐ですね、木綿豆腐、これ、一回水切りしてあります。はい、でこれを入れていきます。そうするとね、もう煮崩れしないです、これ。でこれをちょっとボコ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 煮てる間に次のねステップいきますよ。お酒大さじ1半、カップに、お酒大さじ1と半分、はい、でここに、片栗粉を入れます。片栗粉小さじ2、まあ、これとろみ付けですね。でここにね、もう一番重要な食材、柚子胡椒です。柚子胡椒ね小さじ2杯、これを入れていきます。ちょうどですね、今日ね、チューブのやつがおすすめです。柚子胡椒ってものによって塩分違うんですよ。なんでチューブの SB のやつの成分表記見て、塩分濃度をねちょっと確かめてみてください。瓶のやつだと結構塩が強かったりするんで、片栗粉入れるときは基本的に弱火にしてくださいね。あんまり強火だと入れた瞬間に固まっちゃってダマができちゃうんでね。でここによく混ぜたこの片栗粉を入れていきます。はい、入れたら即座にこれ混ぜる。こうするととろみが全体的に行き渡ります。とろみがついたらね、火はね少し強くしていくからね。でそしたらとろみがついたら長ネギを入れます。やっぱ酔っ払ってしまうね、調理してると、ね、説明できないんだね。だからね、料理はね好きなんだなって思いますね。少し水入れようかな。ここら辺はね、濃いなと思ったら水を入れて調整しようね。ちょっとだけ濃かったね。いい感じのとろみがついたらこれを持っていきます。まあまあ業務用紙をこういうのを持ってきたけど、まあ基本的にはドバッといっちゃっていいと思います。あらららららあらららあらららら、あらららら、で最後に、まあ、ラー油でもいいんですけども、今回はせっかくね柚子胡椒の辛みを生かしてるんで、ごま油ね、最後に香りをちょっとのせて、ね、はい、ということでこちらで最高に美味しい塩麻婆豆腐完成。はい、ということでですね、できました。食べていきたい。香りがやばいからこれね。これはね、マジうまいわ。炒めた肉のうまみもすっごい出てるし、この絡まる塩だれ、これすっごく美味しい。豆腐に合う。木綿豆腐も一回下茹でしたことによってプリップリだね。めちゃくちゃうまい。豆板醤とかで出せない香りっていうのを柚子胡椒で出してるっていうのがいいよね。これはうめえわ。味変化不尽。普通の山椒ね、中国山椒のフォアジャオじゃなくて、あ、やっぱりな、最高うまい。本当に塩味が立ってて、もう山椒の爽やかさの合う。これ酒もいけるけど、お願いします。乾杯。うまっ。めっちゃうまいでしょ。これはすごいね。すごっ。でもフォアジャオ入れてみる、どっちもうめ、こっちの方が華やかだね。結構辛いよね。辛めいよね。柚子胡椒あんなチューブで小さじ2杯も入れないでしょ。あれがうまい。思い切りの良さがポイントでございます。ということで酒片手に、あ、でもご飯もあると思う。
よろしくお願いします。